いつも見てくれてありがとうございます映画カラオケ行こうを見てきたので感想ネタバレありで言いますはい、ではまず結論から言いますけども評価はズバリ元気が出る映画だったなという感想です、まあ、面白いかつまらないかとかじゃなくてまあどっちかというと元気が出る映画だなと思いましたまあコメディストーリーなので会う人と会わない人が出てきやすいと思いますけどもまあ僕は面白い というよりも元気出たなっていう感じでした。まあ、見てよかったなっていう感じです。はい。もうすっきりする映画。うん。元気出る。なので、コメディが好きで、笑いに厳しくない人、笑いのハードルが低い人はね、もう絶対見た方がいいですし、コメディが嫌いだとかさ、うん、あと笑いに厳しいよ、私は、とかいう人は、まあ、正直、まあ見に行かない方がいいかなと思います。はい。で、また感動シーンも一応あります。うん。 で話の構成もね、すごく良かったと思いますし、話のね、内容も良かったです。はい。で、役者も監督も文句なしの一品映画だったなと思います。ただ僕はね、映画館が好きなので、映画館で見に行って良かったなと思うんですけども、ただ DVD でも正直、ごめんなさい。DVD でも、まあ素敵な映画だと思います。DVD でもいいと思います。まあ、その、迫力うんぬんの映画じゃないんで、まあ、どうしてもね、 うんまあ、ただ映画館の方が正直雰囲気があるから僕は好きなんですけどもはいでまあお金に余裕がある人は映画館で見に行きましょう、はい、では、えー、詳しく話していく前にまずねこの映画の情報から言っていきいたいと思いますでこの作品は監督が山下監督で 例えば天然小結行とかリンダリンダリンダとか1秒先の彼とか区役列車の作品を作った方です。で、リンダリンダリンダは正直評判良かったらしいですけども、まあ、僕ももちろん見ましたけど、うんまあ、青春映画ですよね。でも個人的にも区役列車の方が好きなんですよ。ただ区役列車は正直多分評判良くない <laughs>。そんなに多分評判良くないんじゃないかな。うん。あの、正直下ネタとかあるから、はい。 そまずこの映画の原作もあってその「山先生」なんですよね、はい、単行本一巻で完結作品なんですけどもこの「うんまあこの山先生」は2020年1月8日発売の「フィール・ヤング2月号」より商業史初連載となる連載中の「女の園の星」を描いている作者です。はい 僕も感動単行本持ってますけどもまだ読んでません買っただけ <laughs> はいで脚本が野あやあきこさんなのかなごめんなさい間違えたらでそのテレビドラマラッキーセブン空飛ぶ広報室逃げるは恥だが役に立つアンナチュラル MIU404 映画は図書館戦争シリーズやアイアムはヒーロー罪の声を書いて を描いている大先生ですねはい罪の声も面白かったしうんそうですで映画の主題歌はなんとリトルグリーンモンスターさんですね、はい、すぐ気が,気がつかなかったですでキャストはですね成田教授役の、えー、綾野剛さんの里見役の斎藤淳さんで組長役の北村さんが出演していましたでこの映画のあらすじは簡単に言うともう簡単に言うとヤクザの綾野剛さんが、まあ、合唱部の中学生の里見くんに歌を ううまく歌えるようにカラオケ店で教えてもらうというう話です。でもう少し詳しく言うと、えー、綾野剛さんの組長が、うん、もう綾野剛さんはヤクザなんですけども組長がカラオケが大好きでカラオケ大会を開いて年に 4, 4回というのが書いてあったけどね、うん、で組員に歌わせて一番下手なやつを罰として入れ墨を組長自ら掘るというね しかも組長は素人なので、入れ墨が。うん。すごく痛くて、しかも絵心がなくて下手くそなんですよね。で、組は必死に最下位にならないために必死に練習してるというかね、頑張ってるんですけども、ある日、綾野剛さんが尊敬する兄貴がですね、タンポポ教室っていう歌の教室で、歌の練習をするために入会しちゃったんですよね。その事実に、事実を目の当たりにし,たして、 絶望するんですよそんな時にその中学校の、えー、合唱コンクールで一番うまく歌っている学校の部長のさとみくんに出会い、まあ、要するに綾乃さんがたまたま歩いてたら落ち込んで歩いてたらその合唱コンクールが目に入ったのでちょっと入ってみようって入場して見てたんですよね。うん、そしたらさとみくんと出会い、まあ、反共生でカラオケ店に連れて行って。 で嫌がるさとみくんをよそに一生懸命 x ジャパンの紅を必死に歌う綾野剛さん。で果たして綾野剛は次回のカラオケ大会で最下位にならずに済むのかと。もうみんなが必死になって練習し始めてるから今度こそ綾野剛は最下位になるかもしれないからね。だから必死に最下位にならないように次の大会でうまく最下位にならないように頑張れるのか。結果,結果としたら なれるのかあとね、とみくんは無事に元の生活に戻れるのか、ヤクザと関わらない元の生活に戻れるかっていう話です。で僕は正直、この映画の存在を知ったときに最初ね、まあ、見に行くつもりは全くありませんでした。えー、なんかまあ、どうせ、まあ、あれだろうなと。うん、まあ、いかにもだなって。でも、だんだん上映日が近づくと、前情報がいいんですよね。で原作者の 作品も評判良かったあ原作者の人ってあの女の園の入ってる人なんだと思ってはい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 でだんだん興味が湧いてたんですよで YouTuber のおまけにおまけの夜さんがねなんか原作レビューしていてすごい気になってきたんですよねでこれは見るしかないのかなってなんか思ってた時にその昨日、まあ、要するに1月12日にあるとおどされた雪の山荘では見たんですけど すごい消化不良になったんですすよねすごい楽しみにしていたから。うん、でいや、このまま今週終わらすの嫌だと思って、よし、映画館に行こう、明日とか思って、行きましたよ。<laughs> 思ったんですよ。で、今に至るんですけども、何度も言ってるんですけどこの映画は激しく感動したりとか、激しいアクションがあったりとか、もうハラハラドキドキするような展開になるとか、そういうのじゃないんです。 そういうのを求めてる人が見に行くとちょっと肩透かし食らうんで気をつけてほしいんですけども、まあ、そういうのじゃなくて、まあ、日常的な面白さ非日常的な面白さを楽しむ映画なんですよで主人公の里見くんは中学生で中学生の悩みあるある例えば部活動のね仲間たちとうまくいかないとかさよくあるじゃん、ね、部活であいつ練習しないとかさ あいつ下手だとかさいろいろあるじゃないですかそういう系の問題があるわけですよまずはねはいであと傘がダサいので新しい傘が欲しいとかまあ買って買ってですよ、うんまあ、そういったよくある話です変成期でしかも合唱部だからね変成期真った中の中学生が変成期でなんか歌えなくなってくるっていうで実際のその斎藤さんもその真った中で役演じていたのでやっぱり その撮影前と後ではなんか声が違うらしいですね。はい、でこの映画の面白いポイントというのは中学生がヤクザの組長補佐もしくはその部下のヤクザたちに頭を下げられて歌を教えるという構図がまず面白いんですよ。そして映画の醍醐味である主人公の成長がヤクザを通して大人になっていくっていうのが面白いんですよねでまたね。 この伏線を何気にしっかり張っていって回収するっていうのが面白い、うん。というのもこの映画の結末、結末ですよ。ヤクザの綾野剛は結局、カラオケ大会ではどうなったのかは本編では語られなかったんですよ。で、おやおやおやと。で、結局、綾野剛どうなったんやって思って見てたんですよ。で、エンディングロールが流れて、これマジでえ どううなるんんやろうと思って見て見たんですよで僕エンディングロールで絶対さストーリーがあるパターンとかよくあるじゃないですかもうそういうのパターンきよく見るからさそれで後で映像で流れたら嫌だからもういつも見るようにしてるんですけど、うん、案の定やっぱエンディングロール終わった後にちゃんと映像が出てきておでしかもその短い尺の中で 結局どうなったのか、二人の関係どうなったのか、ヤクザの綾野剛はどうなカ,カラオケ大会でどうなったのかっていうのを、ちゃんと語るんでもなく、言葉で説明するんじゃなくて、絵でね、映像という絵でね、証言したのがすごい良かった。うまいじゃんと思って。漫画ではどうなってるのかちょっと分からないんですけども、すごいうまいなと思いました。たったこの数秒で、全ての関係性をちゃんとその一瞬であの分からせるっていうね。でしかもちゃんと 伏線を本編で貼ってて、回収してるんですよ、ちゃんと。あ、そこまでやれてるのすげえな。うまい。座布団いっぱい。一枚って感じでした。はい。うん。とても良かったです。で、あと、お客さん、周りのお客さんの様子見てると、まあ、10人ぐらいしかいなかったんですけども、まあ、やっぱ笑ってましたね。うん。僕もところ,ど,ところど,ど,どころね、まあ、笑うというよりも笑顔になりました。あ面白いなという感じで。なので、繰り返しになりますけども、この笑顔ね、 元気が欲しいあなたにぜひ見てもらいたいという作品かなと思います。で、話の面白さはここら辺にして、まあとはざっくりいいところを言ってきます。で、一つはね、綾野剛さんがやっぱりかっこよかったってところですね。まあ、僕が見る作品だと大抵役座役だったりね、こわもてとか破、ね、滅系の役をやっている印象なんですけども、またあのプライベートでもいろいろ問題がなんか SNS でアップされて大変だったみたいなんですが、 それでもねやっぱり綾野剛さんはね、素晴らしいなと思いました。はい。何気に僕と同い年。<laughs> あと、さとみくんは可愛いので、モテるんだろうなと思ってね、うらやましかったです。なんのこっちゃって感じじゃないですか。で、あと、映画内で歌われているカラオケの曲が結構30代から40代の年代の歌で、聴いていてね、いいな懐かしいなと思って、うん、思いました。はい。 あと、ラストのあたりでミスリードを出してきたのも良かったなって感じですね。え、何この後どうなるんだろうえ、でもこれこうなって、あれって思った時に、ラストで、ああ、そういうことかっていう展開に持っていったの偉いなと思います。で、あと、さとみくんの部長だけど部長、部活サボるし、大会もね、あの、綾野剛を優先したっていうのもちょっと面白かったです。あと、組長の北村さんも良かったです。個人的に好きです。はい。 あのさんの紅の歌も良かったですすごいあの手を挙げてしまうとか裏声でとか、ね、まあ、あれだけがもうやっぱ普通にそういう細かいところが笑えるんですよね、うんまあ、要するに逆に言うとそれがハマらなかった人はきつい時間だろうなと思うんだけど <laughs> 僕はハマったんでまあよかったなと思いますっていう感想でしたで正直この映画の面白さはどちらかっていうと空気感空気感やねそのノリでなそのノリで伝わってくる面白さなのでその 言葉だけじゃ正直ね分かりづらい、うん。やっぱり見てみないとね実際に、うん、伝わらないなとは思います。で、そのある閉ざされた雪の山荘では良かったんだよ。本当によかった。面白かったんだけどすごい期待しすぎたのよ。もう申し訳ない。もう期待しすぎたよ、ね。もう1一万点ぐらいの作品だと思って行ったから俺、すっごいもう楽しみでしょうがなくて行ったから。そしたらね、ちょっとおやおやって。 いや面白いんだけどお,おやおやって感じで漢字のところがちょっとないやんっていう感じででまあ東野圭吾さん,さんの作品はまあその後半は主人,人物の掘り起こしで前半はまあ事件のトリックとかが醍醐味らしいんですけども作品の傾向としてはでその言われてる通りやっぱりその醍醐味が抜けてる状態で でさらに主人公の成長や人物の掘り起こしがちょっとねって感じだったんですけどもその物足りなさを今回のこのカラオケ行こにはあったんでそう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 いうことなんだよなと思って要するに物語の面白さって、まあ、もちろんどういうジャンルによるかによるりはもちろんホラー映画だったらホラーだからさホラーが重要だしさそのギャグ漫画だったらギャグが大,大切だし感動 映画だったら感動だろうし,だろうしさ、うんうん、とか、まあ、もちろんある事件事件もだったらそのトリックが醍醐味だったりするんだけどもとはいえやっぱりそのプラスアルファでやっぱりその主人公の成長の部分というのがね結構重要度が高いかなって正直思いましたうんやっぱりペラペラになっちゃいやすいよなと思とよっぽどなんかそこのホラーなのホ,ホラーなホラーとかさ事件な事件のトリックとか、まあ、そこら辺がよっぽど うおーっていうものを持ってこないとなかなか厳しいんじゃないかなと思いました。で、あと何気に、あと映画の BGM も良かったです。もう聞いてるとね、脇腹わ脇下をね、くすぐられてるような感覚になってね、笑けてきます。あの曲す好き。<laughs> 好きっていうか、笑けてくる。うん、あの、こしょこしょってする感じが面白いよね。はい。っていう感じで終わ,終わりたいと思います。 今回もネタバレあれだけど、えー、14分、今30秒なので、はい、ちょっとコンパクト期に行きました。皆さんの感想をぜひぜひ聞かせてください。来週は、あの、あれですよ、僕の楽しみにしている、その、あれですよ、あれ、あれで、あれだよ、あの、ゴールデンカムイ。ゴールデンカムイ、俺正直漫画1回読んだんだけど、正直、ちょっとまだよくわからなかったので、まあ、もう1回実写版で楽しみにしてます。 どんななな感じなのかなとあともう一つこれはねちょっと評判いいのにどっちを優先してみようか迷ってるんですけども「僕らの世界が交わるまで」っていう映画が結構みんな騒がれてそうなの感じなのでこれは見たいなどっちを優先してみようかなって感じですただちなみに僕基本的にあの映画館よりも映画館から距離遠いところに住んでるんで,で一番近い映画館でやってないのこの「僕らの世界が交わるまで」を だからもう本当にもっと遠くまで行って、わざわざ見に行くっていうね。っていうのがちょっと正直つらいんだから、なんだろう。このそこまで行ってつまらんかったらすごい怒るよ。<laughs> っていう感じの映画なんですよ、はい。でもこの僕らの世界を交わるまではちょっと、まあ、見に行くしかねえなと思って、評判いいから。うん。まあ、ちょっと見に行くしかないな。はい、まあ。という感じで以上となります。よかったら皆さん、これからもよろしくお願いします。はい。では。 いつも見てくれてありがとうございます。ではまたね。